コールオブデューティシリーズコールオブデューティファイネストアワーコールオブデューティファイネストアワーは第二次世界大戦を題材とした FPS である COD シリーズの一つ日本では xbox と ps 2で発売され国外では任天堂ゲームキューブでも発売された北米の ps 2では COD に br o とカップリングしたダブルパックコールオブデューティ レガシーも発売されている。このゲーム内の音楽はマイケル・ジアッキーノによるもの。また、ナレーションにはデニス・ヘイスバートが起用され、AC ・ DC メンバーであるブライアン・ジョンソンがイギリス軍指揮官役で参加した。ステージとなるのは歴史的有名な場所で、ロシアのスター・リングラードやアフリカ砂漠、オランダやライン川のレマゲン鉄橋など。本作、COD ・ FH は、 シリーズ一作目である COD のコンシューマーアレンジ的な位置づけにあったが完成度の高さや独自のシナリオなどによって完全なる別物である。しかし、ロシア編の冒頭など初代作品の雰囲気を受け継いでいるのも事実である。本作は PC で大ヒットしたゲームの続編ということと当時のコンシューマーゲームとしてはハイクオリティなグラフィックが話題となった作品である。 レマゲン的境もといるデンドルフ教シリーズの他、作品の主人公達がほとんど喋らないのに対し、本作の主人公たちは全員にセリフがあるのが特徴である。Xbox 版では、Xbox Live とシステムリンクによるマルチプレイが可能。一定の動作をすると、ロード画面のまま停止してしまう。PlayStation2 用ソフト、Call of Duty に関するお詫びとお知らせ。 ありがとうございます。